皆さんどうもピーマンです。今回は負けられない3連戦2戦目をプレイしていきます。4月の16日のヤクルト戦でございますね。前回1戦目は引き分けでございましたね。延長戦で決着はつかずという感じでございました。今回はどうでしょうか。今回も出番プレイでチームがチャンスになると私ピーマンが操作していきたいと思いますのでね。今日のベストオーダーはですね、とりあえずイチローは下位打線に送り、で新井さんが調子いいので、これ新井さんを入れていかないとね。サード変えて新井さんにして、守備能力は小笠原とどっちの方が高いんだ？小笠原、変わらないか。じゃあサード新井さんで OK ね。新井さん5番、福留を、3番で、松井を1番、リードオフマンで使っていきますよ。よし、今日のベストオーダーはこんな感じ。いい、キャッチャー変えとこうか。里崎打ちまくってるから、里崎で OK だな。で、先発は山本昌。どのようなピッチングを期待、してくれるか期待しましょうよ。行きましょう。負けられない戦い2戦目だ。明治神宮野球場でやってきた。チャンスで打つ、タイロン打つ、任せろ、いきなりチャンス。おー、いいね。ワンアウトランナー2塁。ここにピッチャー八木、九度目。まだホームランはねないですけど、打率は高いよ。よく打ってくれてる。3番としては長打が欲しいけどね。長打を求めてる。松井和夫の足を考えればシングルでも帰ってこれるがかも。投げた。うわー、今のストライク判定が厳しい。第4球を投げた。ボール、ここが最悪進塁打を打たないとね、ワンアウトだから。第5球ダメ、早すぎる。球が打てまへん、打てまへん、打てまへん、それ打てまへん。和田さんの打率気違いじみてるでしょ。ここでも打つんです。バレンティン取るなよ。追いつかない。レッツゴー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 、タイムリーヒット。言ったでしょ、和田さんの打率がやばいって。頭もやばいけどね、髪の毛もやばいけどね。ここでも打つんですよ。打撃でも結果を残す。素晴らしい。おお、またチャンスできたよ。新井さん、ツーアウトランナー2塁。第3球は、あっさり凡退しちまった。ダメ。この1点を山本昌が守ってくれるかだよ。1点だけじゃ厳しいと思うからね。援護していかないと。ワンアウトランナー2塁1塁。いいね。投げました。バントだよ、ここは。マサバントしちゃうよ。マサバント決めちゃうよ。はい、決まった、決まった、決まった。決まった、決まった、決まった。嘘んだろ？バント失敗がちょっと進むの遅すぎたかな。ちょっと失敗したね、スタート。さて、松井和夫、スイッチヒッター。第2球、投げました。OK。カントは2ボール、ノーストライク。カモン。第3球を投げた。ほいやー、引っ張った投げはダメだ、これ。あー、うち。くそー、追加点のチャンスだったんだけどな、点を入れきれず。うわー、マサ1点取られた。マサ1点取られた。2アウトランナーに1塁3塁。ここでガッツ、いやもうミスターフルスイングガッツですから、もうフルスイング以外はいらないよ。ミート打ちは求めていない。ちょっと1点取られたからね、ここで追加点といきたいとこだ。うわー、打ち損じるんかい。一発打ちたかったのに。頼む、マサ踏ん張れ、マサ踏ん張るんだ。2アウトランナー2塁1塁。第1球投げた。ストレートはボール。第2球、もうここも打ち損じるんかい。絶対点入れなきゃダメな場面で凡退しすぎだろ俺。何歩ほど打ち損じてんねん。やばいやばいやばい。ワンアウトランナー2塁1塁。ここでガッツ小笠原。第2球投げた。カモン、サークルチェンジじゃないんです。第3球を投げた。ボール、余計な球を投げる必要性はない。投げました。うわー、ダメか、犠牲。うー、進塁打にもならないか。これでツーアウト。くそ、決めきれんな、里崎。第9投げました。ロッテのエンジェル、しかしここでは凡退。ありがとう。ここでも打てない。どこで打てと。こんなに打てないものか。ひどいね。あー、まずい。あー、終わった。6対1、ゲームセットですが。あー、そら打たれるわな。もうバーネとか1か8かホームラン狙いでいくわ。6対1。そらそうですよ。俺が何度も何度も得点圏で回ってきたの打てないからね。そらね、投手陣もね、プレッシャーが半端ないから打たれるよ。もう、インコース高め。もうここは一発狙いでいこう。いやー、打てない。内野安打ないよな。ないね。ありがとう。ダメ、敗北だ。
最後まで打たれたね。はい、チームは8対1でございます。今日も山田にしてやられた。八木から全く打てず、最初のタイムリーのみだね。いや、今日はあれだけのチャンス回してきてくれたから、3点以上は絶対に取らなきゃダメな試合だった。雄平が今季3号4号で、山田が今季8号打ちました。まさ今季2敗目ね。まだ1勝もできていないよ。今日の野手陣の成績はこんな感じですね。和田さんナイス、よく打ってくれた。新井もナイス。ガッツダメ。福留もダメ。一郎もいい感じ。一郎最近打ってきてるね。スランプモード入ってるんだけどね。ヒット出始めてきたよ。そしてマサ5回投げて2失点。これで負け投手になるのもかわいそうですが、その後投げた福原4失点。ウィリアムスも2失点というね、中継ぎ崩壊の試合でしたよ。マサの2点で抑えれたらね、勝ち投手も十分あったと思うんだけど。いや、今日の先輩は俺だ。打てなかった俺がすべて悪い。範囲はすべて俺にある。何？怪我情報じゃないよね？何？あ、よかった。ジョーンズが捻挫から復帰ね。もう早く戻ってこいよ、ジョーンズ。ふざけんじゃねえよ。てなわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。ゲーム差はまた2ゲームと空きましたね。負けたから仕方がない。現在は1引き分け1敗となってます。次回の実況では3連戦の3戦目となります。このまま負け越して終わるのは嫌ですから、勝ち越して終わりたいと思いますのでね。次回もまた見てくれ。じゃあ今回はこれにて終わりだ。グッバイ、また会いましょう。